こんにちは、春風ツアーです。今回は鹿児島空港からイエローナイフへのフライトスケジュールをご紹介いたします。出発時期は10月です。鹿児島空港を16時30分に出発いたしますと、イエローナイフへは同日の21時23分に到着いたします。直行便はございませんので、まず羽田を経由いたします。羽田空港出発後はカナダのバンクーバーに入ります。バンクーバーで飛行機を乗り換えてエドモントンという町へ向かいます。エドモントンでもう一度航空機を乗り換えてイエローナイフに向かいます。航空機のお時間というのは予告なく変更になる場合がございます。イエローナイフでの夏オーロラにつきましては、どのようなことでも私どもまでお気軽にお問い合わせください。今回は10月出発の鹿児島空港からイエローナイフへのフライトスケジュールをご紹介いたしました。ありがとうございました。